イケてる男はずっとこれを着てきたっていう歴史があります。 YouTube 界のスティーブ・マックイーン状態になってます。これイギリスあるあるっていうのがあるんですよ、僕の中で。イギリスあるある何かっていうとね、はい、本日はねこちらバラクータの G9 をご紹介していきたいなというふうに思います。ということでこれはもう永遠のね男の憧れジャケットというジャケットになっておりまして、ほら皆さん見てくださいよ、これメイドインイングランドって書いてますけどもね、あの日本を代表するケン・タカクラさんであったりね、あとはそれ以外にあったらスティーブ・マックイーンさんとかも着てて、もうイケてる男はずっとこれを着てきたっていう歴史がありますので、こちらのジャケットをねいろいろ紹介していきたいなというふうに思います。で、あ、お前それ今着てるやつもお腹似てるやないかって、これはね僕が勝手に作った G9 というか G なんぼなんかわからんけども、まあ僕が作ってるやつのあのコーデュラバーじゃないけど、これはもっと昔からあるね、クラシックスタイルの、ジャケットとなっております。まず一回着てみましょう。サイズがね、42を着用しておりますので、身長178センチ、体重69キロで、そんな感じです。イギリスのブランドってね、やっぱね手長めなんですよ。だから僕は42でちょうどいいんですけど、もしかしたらね肩幅とかで考えたら俺40やねんけども手が長すぎるとかね、ちょっと手は長いなと思っていただいていいかなと思います。まあただこのリブがね、あのストレッチゴム効いてるリブなんで、多少長くてもここではキュッと止まるんですよ。ここもキュッて止まるんやけども、ただこのダボ付き感で見てもね、まあ42が僕はジャストかなと思って選びました。だからこうやって締めていくと、中切るんやったらもう一個上でもいいかなと思ったりするんですけど、これはこれでいいでしょ。でバラクータってね昔から出てるっていうことなんやけども、実はこれ大元の会社がねちょっと変わったりとかしてるんですよ、2013年ぐらいから。だからそれによってサイズもちょっとねあのタイトめになってきたりしてるんですよね。だからそういうところで、もともとねゴルフ用のジャケットなので、まあ、ゴルフ着てやるにしてはちょっと細いような気はせんでもないんやけども、そんなジャケットとなってますと。でこちらのお値段がですね、なんと、ゴジラですね、ジャイアンツのゴジラといえばそう、松井秀喜さんですけども、55番ということで55,000円というところになっておりました。で楽天とかで見たりしたら、なんか各セレクトショップね、あのちょっと安くは売ってたりしてましたけども、一応定価はね55,000円ということになっております。このジャケットってね、まあ、こういうクラシックなやつ、まあとても紹介しようと思ってないけども、こういうバブアーとかもそうなんですけどね、イギリス系に多いのがね、クラシックはええんやけども機能性がそこまで高くないっていうところがね、このバラクータもまあそこは仕方ない部分っていうかね、もう昔から出てるから最新の機能さ、ゴアテックスとかに比べても全然なんですけど、一応商品ページとかにたまに防風防水みたいなことバラクータ書かれてるんですけどね、これは決して防水ではないというか撥水程度って思っていただいたらいいと思うんですよ。でね、これね表面の生地がバラクータクロスっていう名前で、まあ、通称言われてるんですけど、まあ、それ何っていうと、まあ、縦糸がポリエステルで横糸がコットンなんですよね。でそれが60何パーと30何パーみたいな感じなんだけど、その割合なんかどうでもよくて、その上にテフロン加工っていうあのフライパンで加工してるじゃないですか、油とかがずっと使うように。でもずっと使ってたら、おいこれテフロン加工もないやないかと、しまったフライパン買わなあかんやんか言うて、だいたいニトリ行くでしょ。でそのニトリ行くのはテフロン加工がなくなってるから行くんだけども、それと同じこのテフロン加工ってすることによってその油とか、水とかから守ってくれるんですけども、加工ということはそう、ニトリあなた行きますよね、ニトリに買いに行かなあかんってことは、これもそう、いずれ洗っていくとその加工は落ちちゃうんですよ。だからあくまでも普通の服よりも水は弾ける、そして普通の服よりも防風性があるぐらいに思うのがね一番、まあ、正しい位置かなと思います。もう防風防水って言っちゃうと、もうゴアテックスが今あるからそこまでは全然ないし、もっとねワークマンとかでももっと防水性高いやついっぱいあるので、そういうジャケットっていう位置づけはちょっと今も現在厳しくなってるかなと思いますので、クラシックな中では、機能性あるよねと、そういう位置づけでねいいかなと思うんですよ。どうです皆さん、YouTube 界のスティーブ・マックイーン状態になってます？これなってない、なってなかったかね。まあ、そういったことでね、まあ雨とかそういう天候とかで使えるように、もともとゴルフやから外で着れるよっていうところがベースになってるので、例えばこの背中のところですね、アンブレラヨークっていう、このヨークって何って、この背中の部分の話してんだけども、雨がこうね流れるように下に落ちていきやすいように設計されてる、まあこれヨークって肩の部分だけど、アンブレラヨークっていうのが使われたりしてるんですけど、まあこれは G9 好きな人だったら、まあなんとなく知ってると思います。でね、このチャンネルでは僕もっと原価の話がいっぱいしてくるから、もっと深い話言っていきたいんだけども、僕パッて見てる感じはね、至ってはっきり言うと表面の生地は普通です。で全然普通、ただやっぱ裏生地のねこの柄とかがかっこいいなと思うし、ものによってはどうやらクールマックスっていう素材使ってるやつもあるとかいう噂も聞いたんですけど、クールマックスってねどんな生地なんかっていうと、まあ、例えばね
こんな生地なんですよ。要は速乾性があったり通気性があるっていう生地をクールマックスっていうブランドが生地メーカーが出してるんやけど、そういうのも最近入ってるや入ってないやっていうことも言われてるので、ちょっとこの辺は僕ははっきり分かってないので適当に流しておきますけど、そういうところを考えると、もしこれがクールマックス使われてるんならね、やったら内側の方が生地には高いと思います。外側の生地にはそんな高ないと思うけど、内側の生地の方がちょっと高いかなと、クールマックスちょっと高いんですけどね、思ってたりだとか。なんでそんなことしてんのっていうと、僕作ってるシャツがクールマックスなんですよ。だから生地に分かってるんですよ。それが今ねジップがね、バラクータって書いてるの分かります？ジップ、お、すごいやん、バラクータってこれ刻印されてるやんってなったりはするんですけど、実はこれもね YKK なんですよ。後ろにこれパッと見てもらうと、これ YKK って書いてるの分かりますかね。で YKK もね自分でオーダーで作れるんですよね。でしかも結構小ロットから作れる、100個ぐらいから作れるってことで、やろうと思ったらできるんですけども、この辺はねこだわりのあるブランドっていうのはねこういうの作るので、一番使いやすいサイズが5号っていうサイズなんですけどね、 YKK の5号といえば一番紙こう噛んで開けにくい締めにくいっていうのも少ないし、プラスアルファ故障もしづらいっていうのが一番いい5号なんですよ。3号とかになってくるとねちっちゃすぎてねすぐ壊れたりするし、8号とかになったらそもそも入らへんとかなってくる、もう何回もこんなことしてもめんどくさいから次のちゃうジャケットでええわってなってくるんやけど、一番使いやすいこの5号が使われてるというね、ジャケットになってるので、昔からこうクラシックなスタイルで完成されてますよねっていうところがね、このジャケットになってるんじゃないかなと思います。ただクールマックス使ってるのは身頃だけですよ。袖は違う、袖これひっくり返るし失礼でしょ、袖ひっくり返したらこの袖部分はもう普通のナイロン素材なんですよ。もうこのナイロン生地なんかはねめちゃくちゃ安いです。そんな高い生地ではないんやけども、この真ん中のところはねしっかりしてるんじゃないかなと思います。でね、このジャケット見てね、あ、ええやんかと、たまにはこうクラシックのかっこいいやつ紹介してくれやんって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、とにかく今からデメリット言いたいんやけどね、何がデメリットなんかなと思った時に、イギリスあるあるっていうのがあるんですよ。僕の中でイギリスあるある何かっていうとね、僕持ってるやつ御三家っていうのがあって、バラクータ、そしてこのバブワーのジャケット、そしてルイスレザーという、この辺イギリスといえばっていうのが出てきたわけで、パンパンパン出てきたけど、全部に共通していること、女子受けあんま良くないっていうね。好きな女子は好きやけど、100人おったら50人以上はあんま好きじゃない、半分以上は好きじゃないって答えるようなジャケットが、このイギリスあるあるジャケットなんですよ。だからそもそもこうデートとかで着ていくってなったりしたら人を選ぶ、この人は似合ってるけどあなた似合わないとかね、あなたはすごい似合ってるけどもう隣の誰々かは全く似合ってないとかね、そういう風になるので安牌なジャケットじゃないんやけど、勝負仕掛けるような感じ、もしくはもう男同士で会う時とかやったらいいと思うんですけど、そういったジャケットになってると。でそれ以外にやったらね、取り扱いがちょっと難しいかなっていうのがありまして、なんでなんかっていうと、さっきも言ったんですけどコットンが入ってるんですよ。でコットンが入ってるジャケットの特徴って、デニムのジャケットとかやったら分かるんやけども、シワになるんですよね。でデニムはシワになってもかっこいいけども、こういうバラクータ系のこのつるんとした大人の上品な感じにシワになる、くしゃくしゃにシワになってるのでちょっと変じゃないですか。だけどバラクータの場合は結構コットンの配合も 40% ぐらい多いので、洗濯するとシワになりやすい、もしくはちょっと縮みがあるっていうところがね、バラクータになってくるかなと思います。これの扱い方としてはやっぱり家で洗うっていうよりかは、クリーニング出したりとかしていく方がねいいかなと思うので、もちろん家で洗えないことは全然ないんですけど、後々のことを考えてね、5万5000円ですし、長く着ていくって考えていくと、ワンシーズンに1回とか、そんなにこれはっきり言って着る時期ないじゃないですか。冬って言ったら着られへんし、夏って言っても着られへんから、もう最近って春と秋ってあるっていうぐらい短いじゃないですか。もうほぼ暑いか寒い時期ばっかりで、中にちょうどいいなっていう時期が一瞬だけ、ちょうどいいなっていう一瞬過ぎていくでしょ。その時期ぐらいだったらちょうど着れるけども、なかなか着れる時期も短いし、着たらもうクリーニング出しちゃうと、ワンシーズンでクリーニング出しちゃうっていうのもねいいんかなというふうには思ってます。でそれが2やったらね、おすすめの人、どういう人がおすすめなんかっていうと、これね形的にちょっと特徴的じゃないですか。ちょっと丈短めで襟あるっていうのがウェーブ体型っていう人が似合うんですよ。で男性って3つしか体型の基準ないんですけど、僕ウェーブ体型なんで、自分で言うのもなんですけど、これ似合う方なんですよね。だからタグとこええやんかと、俺もちょっと買ってみようかなと思った時に、自分の体型がどういう体型か見てもらったらいいんですけど、ウェーブ体型は全部似合うわけじゃなくて、この首元があったりショート丈がめちゃくちゃ似合うんですよ。でね、対して似合いづらいのがあってね、ウェーブ体型でねこういうノーカラーのやつ着るともう華奢になるんですよね。頼りなくなっちゃうっていうのもあったりするので、今日は別に体型の話してるわけじゃないんやけども、そういうウェーブ体型は結構スーツとかもそうなんですけど、タイトめが似合うんですよ。でそういう人ははっきり言ってもうちょっと人と違う感じになる、着れるかなと思います。ただ似合ってない場合どうなるかっていうと、やっぱ作業着みたいになるんですよ。作業着みたいになりたくないっていう方は、どっちかというとウェーブ体型の方が着ると、そこそこ着れると思うんですけど、ちょっともともとがっつりしてる人なんかは着ちゃうと、あれこれあの人今からお弁当持ってなんかハイエースでも乗り込んでいくんかなって、作業でも行くんかなってなっちゃう
ちゃうから、まあ、ちょっと気をつけていただこうと。あとカラーなんですけどね、色がね、今年僕パッて見た段階やったら結構イエローベース寄りの色が多かったんですよ。だからブルーベースの色がちょっと難しいような色味が多かったんで、まあ、黄色みが得意とか、黄色系なんかしらけど俺ちょっと似合うねんなっていう人なんかはね、緑もそうやし、この赤も実はちょっと黄色に寄ってるんですよね。なので、まあ、僕もイエローベースなんですけど、そういう人は多分どれ着てもある程度ハマると思うんですが、唯一似合わんとしたら白ですね。白はね、イエローベースの人は似合うんけど、まあ、ブルーベースの人だったら似合うんちゃうかなっていうような感じなんで、なんかあいつが着たらかっこいいけど俺が着たら変やっていう時なんかはね、大体それがずれてるっていう、色も自分に合う色を選んでないとずれちゃうんですけど、まあ、自分に合う色さえね、しっかり掴んでたらいけるんじゃないかなと思いますので、まあ、秋口のちょっと肌寒い時にパッと羽織ってみたりだとか、あとほんまにゴルフする人とかやったらこれはこれでおしゃれかなと思いますので、まあ、そういったところでね、今回バラクータの、G9 ということで、これ実は1937年から出てるブランドらしいので、もう言うてる間に100年、まだちょっと気早いか、あと15年ぐらいありますね。今85年ぐらい経ってるということなんで、まあ15年後ぐらいですかね、100周年記念を迎えた時に、僕が15年後やったら50歳前になってるんですけども、まあ、このバラクータを着れるような体型を維持してですね、皆さんと一緒にバラクータおめでとうって言ってね、乾杯でもしたいななんて思ってるんですけども、そんなことぜひバラクータさんよろしくお願いしますということで、本日はですね、バラクータ G9 を紹介してみたというようになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。